ハヤブサは、海上自衛隊のミサイル艇。ハヤブサ型ミサイル艇の一番艇。艇名はハヤブサに由来する。春型水雷艇。春、大鳥型水雷艇。春、ハヤブサ型苦戦艇。ハヤブサに次いで、日本の艦艇としては四代目である。ハヤブサは、平成11年度計画ミサイル艇824号艇として、 三菱重工業下関造船所で2000年11月9日に寄港され2001年6月13日に浸水2001年10月13日に出動港、司会し2002年3月25日に収益し同日付で舞鶴地方隊舞鶴警備隊霊下に新編された第二ミサイル停隊に我が高と共に編入された2013年5月21日 若狭湾でミサイル兵隊合同訓練に参加。同年12月18日と12月21日、舞鶴港内と若狭湾北方海域で日露捜索救難訓練に参加。2020年8月9日、島根原子力発電所被難訓練に参加。新型コロナウイルス感染対策も盛り込み、避難者役の県、米子市南部町の職員ら7人を、 鳥取港まで避難させた。2021年9月24日、若狭湾において、SH-60K、水中処分母船 YDT-01 とともに、海上保安庁と不審船対象に係る共同訓練を実施した。海上保安庁からは巡視船、大船、巡視船、浅間、巡視艇、雨風、回転抑機が参加し、 重要施設等に向かう不審船への対処を想定し、情報共有訓練、共同追跡、監視訓練、停戦措置訓練等を実施。ウィキメディアコモンズには、はやぶさに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。